はい、吉祥寺の花屋、花心のさゆさです。今日はウータンさんという方の絵をご紹介していきたいなと思っております。まずね、こちらどうぞアップで、ここにウータンさんのプロフィールもあります。そして、ね、ここでワークショップとかねやった時に文字を書くので、そこでウータンさんの絵がどうしても目に入ってしまうという作りになっております。そして上もエコ絵を展示してます。でね、僕のねお気に入りはこちらのリスちゃん。あのね、電気反射しちゃうから反射しないように撮ってください。ね、このねリスちゃんすごい可愛くてね、もう金額ねすんごいちっちゃく書いてあるんですけど、こちら9000円になります。そしてね、こっちの本のボードにも絵が飾ってあります。で、今日が9月の後半なんですけど、10月の中旬くらいまで飾っていますので、ぜひ気になった方はまずウータンという感じでね検索していただいてね、下の方にね概要欄もね貼っておきたいなと思っておりますので、ぜひウータンさん気になる方見てください。なんかウータンさん楽器もやってるみたいで、なんかねいろんなところでライブ活動とかしてて、あとこの前紹介したなんかラジオ番組とかでなんかこの絵本を読むかなんかのその絵を描くというお仕事もちょっとやったみたいなんで、まあぜひね気になる方は、ウータン、ウータンで検索、もう一回言います、ウータンで検索してみてください。そして絵が欲しいという方、ぜひ花心まで遊びに来てくれたらなと思っております。以上になります。